はい、マイラス入りにようこそということで、今回はマリオットボンボイユナイテッド航空へのマイル交換で1万ボーナスマイル獲得を解説します。2023年3月7日から開始されました。マリオットボンボイのポイントからユナイテッド航空のマイルに交換すると、1万ボーナスマイル獲得可能になるんです。じゃんということですね。こちらが公式のバナーですね。マリオットボンボイとユナイテッドマイレージプラスのロゴが並んでおりますけども、1万ボーナスマイル獲得チャンスというふうに書いてありますよね。これ、すなわち ANA 国内線の特典航空券がよりお得になる ということなんですよそして、交換レートも変更されてます。また、最後はですね、全然別の話なんですけども、4ポイントバイシェラトン、函館、脱退の秘宝も合わせて解説しますので、ぜひ最後までご視聴ください。ちなみに、このチャンネル、ホテル YouTuber マイラス TV はマリオットボンボイ専門チャンネルになります。マリオットボンボイ活用、マリオットボンボイアメックス活用、ホテルレビュー、ホテル,ルームライブ、そして、旅のお得な情報なども配信してますので、ぜひチャンネル登録をバシッとやって、配信をお待ちください。それでは解説いってみましょう。こちらは2023年3月7日より開始されました。マリオットボンボイのポイント6万 ポイイイイイントを同時ににユナナテッド航空のマママルルル交換すするることででボーナスマイル1万マイルが加算されるんですまた変更点としては、従来マリオットボンボイのポイント3ポイントに対して、ユナイテッド航空のマイル1.1マイルに交換できたんですけども、交換レートは3対1に変更になりました。もう一度上から復唱しますけども、2023年3月7日より開始、マリオットボンボイのポイント6万ポイントを同時にユナイテッド航空のマイルに交換することで、ボーナスマイル1万マイルが加算されます。また交換レートの変 変更がありましししししてこここちちらららは3対 1. 1から3対かかに変更されましたこれままままたた従来との比較表を作りりでこちらでもう少し分かりやすすく解説しますね、ま、ず、こちらの列がこれまでの内容。そして、3月7日以降はこのようになりましたということですね。上から見ていきましょう。まず、交換レートなんですが、これまではマリオットボンボイ3ポイントに対して、ユナイテッド航空のマイル1.1マイルに交換できたのが、3月7日以降は3対1ということですね。ここ、改悪になったわけですね。0.1マイル交換レートが3ト。 っってしまったとっいうことなんですけども一方でですね、大きな改善がありました。それはこちらですね。マリオットトボンンイイの6万ポイント同時交換することでで獲得できるボーナスマイルこれまでは5,500マイルだったのが、3月7日以降は1万マイルいただけるということでですね、なんとボーナスマイルは倍近く増えたわけです。じゃあ具体的に何ポイント交換したら何マイルが獲得できるんだということを説明したのがこちらの行でございます。マリオットボンボイのポイント6万ポイントを同時にユナイテッド交換 のマイルに交換した場合これまでは2万7500マイルだったのが3月7日以降は3万マイルが獲得できるということになるわけですねマリオットボンボイのポイント6万ポイントはユナイテッド航空の3万マイルに交換できるようになったんですお得になりますよねちなみに補足が2つあるんですけどもまず一つがこちらですねこのユナイテッド航空1万マイルボーナスマイルの提供の終了日は未定となっておりますこれどうやらですね期間限定のキャンペーンではないようなんですねなのでいつ終わるかわからないんです けどもしばらく続くかもしれませんち早く終わってしまうかもしれませんまたこのボーナスマイルなんですが特に事前登録などは不要でございますじゃあユナイテッド航空のマイルに交換するメリット何なんだということこれ以前の動画でも解説してるんですけども復習としてですねもう一度ざっとお伝えしていきたいと思いますユナイテッド航空のマイルに交換するメリットなんですがマリオットボンボイのポイント6万ポイントが3万マイルになるということで実質2対1で交換できるんですよねこれレートとしては非常に高いレートだというふうに言えます そして、ユナイテッド航空のマイルは、ANA の特典航空券の発券が可能なんですね。また、ANA マイルを使った特典航空券の発見に比べて、ユナイテッド航空でのマイルの発見というのは、国内線においては必要マイルは ANA より安めなんですよ。これ、後で簡単に表で解説しますね。また、ユナイテッド航空の特典航空券っていうのは、誰にでも特典航空券を提供することができるんですね。また、ユナイテッド航空のマイルっていうのは、有効期限がありません。まだまだ続きますよ。ユナイテッド航空の マイルののメリットなんでですすけどもも国国内線国際線際片道のみ発見可能ですまた、特にこれ国際線を発行するときにおいては燃料サーチャージは不要なんですね。また、ユナイテッド航空では今年になって規約が変更になりまして、オンラインでの特典航空券の変更キャンセルは手数料が無料になりました。また、これは以前からのメリットなんですけども、オンラインなら発券手数料は無料となっております。まあ、デメリットとしてはですね、やはり ANA の特典航空券が今非常に取りづらくなってるっていうデメリットはあります、ね。じゃあ 具体的に ANA とユナイテッド航空を比べてどれだけ安くなるのかということを試算したのがこの表でございます。例としてはですね、羽田伊丹、羽田新千歳、羽田那覇、新千歳那覇の4つの区間を比較しております。これ片道の必要マイルですね。ANA の必要マイルがこちらということで、ANA はローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズンの3つに分かれているわけですね。またユナイテッド航空の場合には20日前以降か21日以上前かということで必要マイルが変わってきます。 じゃあ、ANA とユナイテッド必要マイルを比較していきましょう。まず、20日前以降なんですけども、ANA の赤くなっているところが、ユナイテッド航空より ANA の方がお得なマイル。黒い字が同じ必要マイル。そして、青い字がユナイテッドの航空の方が安いという形なんですけども、ANA ハイシーズンは全敗ですね。レギュラーシーズンの場合には、区間によっては安いところ、同じところ、高いところがあるという感じで、ローシーズンはどちらかというと、ANA の方がお得というふうになっているんじゃないでしょうか。そして21日 1以上前であればこの4区間に限ってはですねハイシーズンもレギュラーシーズンも ANA よりユナイテッドの方が安くですね国内線の特典航空券が発券できるという形になるわけですなのでユナイテッド航空の方が ANA に比べると全体的に安めという風に言えるんじゃないでしょうかではここからマリオットボンボイのポイントのユナイテッド航空のマイルへの交換の方法を実際の画面で解説していきますまずマリオットボンボイのマイル交換の画面を開いてくださいこの画面はですねかなり奥の方にありますので直 開けるリンクをこののの動画の解説欄に入れておきますので、そちらからか辿ってて、ててリンクをを開開いいい。この画面を開いてみてくださいそして、ここにあるですね、ポイントを移行というボタンをクリックしてください。するとですね、ポップアップでポイントをマイルに交換というマイル交換画面が開きますので、まず一番上の航空会社のマイレージプログラム、ここはユナイテッドマイレージプラスを選んでください。そしてその下、マイレージプログラム会員番号というのはユナイテッドマイレージプラスの会員番号を入力してください。そして移行を希望するポイント数、こちらは6 6万ポイントを同時交換することを強くお勧めします。6万ポイント同時交換でないと1万ボーナスマイル獲得できませんからね。ここにはまず6万っていう風に入れておきます。するとですね、その隣に自動的に2万マイルっていう風に表示されるんですね。6万ポイント3対1で交換できますので2万マイルっていう風に表示されるんですが、ここの時点ではボーナスマイルは表示されません。ただ1万マイルユナイテッドコークの方に加算されますのでその点はご安心ください。そしてこの入力が終わりましたら次へというボタンをクリックするんですけども、これ以降の手順について ではですね、こちら過去の動画で解説しております。マリオットボンボイマイル交換方法ということでですね、こちらの動画もこの動画の解説欄に入れておきますので、そちらから辿ってご覧いただければと思います。くれぎるまで,ですね、マリオットボンボイのマイル交換、初めての方は慎重に行ってください。では最後に追加情報、皆さんにお伝えしたいと思います。これ、ユナイテッド航空のマイル交換とは全く関係ない話なんですけども、こちらのホテルですね。こちら、マリオットボンボイファンなら一目でお分かりになるんじゃないでしょうか。4ポイントバイシェラトン箱立ての外観ですよね。 ただ、こちらの赤いところを見てください。いつもの4ポイントバイシェラトンのロゴじゃないですよね。ちょっと拡大して見てみましょう。プレミアホテルキャビンプレジデント函館とっていう風に書いてありますよね。実は4ポイントバイシェラトン函館なんですけども、このようなプレスレリ,リースが出たんですよ。JR 函館駅の目の前、函館朝市までも徒歩1分のプレミアホテルキャビンプレジデント函館2023年6月1日誕生ということでですね。なんと4ポイントバイシェラトン函館2023年 6月1日にリブランドしてプレミアホテルキャビンプレジデント函館というホテルに変わってしまうんですこれによってですねなんとマリオット参加から脱退することになるわけですねうーんこれは痛い残念ですよね私も去年かなりこちらのホテルお世話になりましたんでねで現在マリオットボンボイでは6月1日以降も予約可能になってるんですけども6月1日以降の宿泊はマリオットボンボイでの特典は一切提供されませんなのでね4ポイント ドバイシラトン函館6月1日以降予約さされてている方十分にこの点気をつけてくださいまあ、リブランドということでですね、函館に行った際には6月1日以降のですね、このプレミアホテル、キャビンプレジデント函館、どんなホテルになるのか、まあ、それはそれで期待したいなというふうには個人的に考えております。以上、今回はマリオットボンボイユナイテッド航空へのマイル交換で1万ボーナスマイル獲得を解説しました。マイラス TV でこのようなマリオットボンボイの活用についてガイドしていきますので、ぜひチャンネル登録をして配信を お待ちください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。